はいどうも皆様こんにちは、グリードです。2日ほどお休みしちゃったんですけど、今日からねまたやっていこうと思います。はい、今日は動画が始まる前にお知らせがありまして、土曜日に開催された、CW ロンドンをね決める大会ですね、ジャパンナショナルクオリファイヤー GB の大会に、ラッシュゲーミング無事優勝することができたので、CW ロンドンに出場が決定いたしました。皆さん本当に応援ありがとうございました。優勝記念でね今プレゼント企画もやってるんで、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。CWA のこの日本代表決定戦以外にも、勝てばいけるものがあるんだって思った方もいると思うんですけど、このナショナルクオリファイアっていうのは本当何年も前からある、まあオンライン大会で、まあワールドプロリーグに上がれてない、アマチュア勢とか、まあプロチームがオンラインで競って、まあその1位が CW に出場するっていう、まあ本当世界各国で行われてる、もう伝統あるというか、もう本当に昔からあるものなんですね。なので CW 日本代表戦は、まあ今年からで、まあ、このナショナルクオリファイアっていうのは昔からあったよっていうお話です。はい、というわけで今日の動画はズバリ海外の CoD プロプレイヤー感動リストというわけで、僕がね海外のプロチームをいくつか選んで、まあそのチームの選手の感度リストを、まあ、解説していこうかと思います。で、僕個人の意見としては感度っていうのはやっぱり人それぞれなんで、まあこの感度がね誰にも絶対合うよっていうわけではないので、まあ自分の感度をね見つけるのは一番いいと思います。まあただね、今回はまあマドックスプレイヤーはこういう感度が多いよとか、こういう中距離スタイルの選手はこういう感度が多いよとか、まあそういうのを説明していこうかと思うので、なぜこの選手はこういう感度にしているかっていうのをね説明するので、まあそういうところでね、まあ参考になればなと思います。各チームの感度をね説明していく前に、まずねこの BO4 っていうね、ゲームの感度をねちょっと説明したいと思うんですけど、まあ今作はね全体的に感度がね上がってます。まあ今までは、4とか5が多かったんですよ。いわゆる本当に低感度っていう感度が一番主流だったんですけど、今作はなぜか、まあ1から2大体感度が上がってます。まあ、AW とか BO3 とかのブーストゲームでさえ、まあ、低感度が主流だったんですけど、まあ、今作は、まあ、いわゆる中感度っていうのが増えてますね。まあ、なぜかっていうと、スライディングがとにかく強いっていうのがやっぱり一番の理由になってます。マップがね、狭い上に、本当にあの素早いスライディングがあるので、やっぱり低感度じゃ厳しい場面が増えたっていうのが一番の理由ですね。そして途中からね追加された、ADS 感度だけいじれるっていうね COD 初の感度調整が追加されたことによって、通常時の感度だけ上げて ADS 時の感度だけ下げるっていうのも、増えたことによって、まあ感度がね全体的に上がってます。まあそういうことをね踏まえて、じゃあまず見ていきたいと思います。まず100シーブスですね。あのレジェンドプレイヤーのネイドショットがね、立ち上げた、チームです。僕もかなり好きです。で、メンバーの感度はこんな感じになってます。比較的ね、まあ高めが多いですね。で、66の1倍っていうのが、まあ現在の BO3 で、まあ一番標準的な感度ですね。今までは4とか5が多かったんですけど、本当今は66っていうのがね、一番標準的な感度になってます。で、イネイブル、オクテイン、スラッシャーが66の1倍で、まあ、マドックスと ICR のプレイヤーたちですね。77の 0.75 は SMG プレイヤーが多いですね。確か今、プリスターがそうだったかな。ケニーは確かマドックスだったような気がします。はい、次に E ユナイテッドですね。ワールドウォーツの時にラッシュゲーミングも、交流戦、アメリカでね、アメリカ遠征の時にしたことあるチームですね。メンバーの感度はこんな感じになってます。まあ、アベジー、プリスティーニが66の1倍で、まあ、比較的標準。で、アーシティが55の1倍で、確かアーシティ今 ICR 持ってるんですけど、55の1倍ね、結構今は珍しい方ですね。まあ、55の1倍は本当に ICR プレイヤーだけだと思います。そしてクレイスターが ADS 感度いじれるようになってから77の 0.75 っていう、ちょっと上げましたね、感度。で、ADS 感度を下げるって今、確かマドックス使ってますね。そして次なんですけど、シンプっていう、新しく入った、もう本当にルーキーなんですけど、18歳、今年からプロリーグに参戦してきた、本当化け物って言われてる
18歳プレイヤーなんですけど、現状 SMG で1番、2番ぐらい世界で強いプレイヤーですね。で、88の 0.75 ってめちゃくちゃ高いんですけど、これはですね、参考にしてはいけないレベルの本当に天才系のプレイヤー なので、まあ、本当参考にならんって感じですね。正直こんな高くなくて普通はいいんですけど、まあ、彼はこのカードが一番合うみたいで、いや非常に高いです。プロリーグ参戦前確か9級の1倍とかそんな感じだったんで、本当に感度が高いんですけど、まあ、かなり珍しいプレイヤーですね。次にジェン G ですね。まあ、ルーキープレイヤーに加え、本当昔からいるレジェンドプレイヤーもいるチームなんですけど、まあ、エンボイっていう SMG プレイヤーが今、まあ、世界で1番2番を争う、まあ、神父とかなり肩を並べる SMG プレイヤーになってます。で、エンボイは66の1倍で、まあすごく標準的ですね。で、マークスが55の1倍なんですけど、彼は ICR だったと思います。で、ナガフェ66の 0.75 なんですけど、66の 0.75 はまあマドックスプレイヤーか、まあたまに ICR プレイヤーがいますね。本当その ADS 感度を下げる、まあ、いわゆる中距離とか遠距離に特化させるような感度なんで、まあ、SMG には絶対いないですね。はい、次に、レシプロシティ、イギリスのチームですね。トミーっていう、まあ僕も結構、マインドフリークにいた時から、仲が良かったトミーっていうイギリスのプレイヤーなんですけど、はい、もうやばいですね。トミー、従順の 0.5。これはですね、ちょっと、参考にならない。まあ、彼はこれが一番今いいらしいんですけど、かなり特殊ですよね。うん、かなり特殊。まあ、確かにね、標準時の感度を上げれば索敵とかも速くなって、で、ADS だけを下げれば確かに、まあ、打つ時だけ、まあ、感度が低くなるんで、まあ、問題ないとは思うんですけど、かなり極端ですよね、これは。で、次にワースキング55の 0.75 ってなってるんですけど、これもかなり特殊ですね。まあ、もしかしたら感度今変わってるかもしれないんですけど、正直 BO4 の現状においてはかなり低感度すぎるぐらいなんで、ちょっとこれも珍しいですね。このような感度になるとかなり近距離が今作辛くなるので、本当にまあ中距離に特化させた立ち回りをするプレイヤーでないと厳しい感度だと思いますね。はい、次にイギリスのスプライスですね。イギリスのチームなんですけど、今年からアメリカの選手をかなり導入しているチームになります。で、パッと見目立つのは3人ですかね。アキュラシー、アクア、ルーニー。アキュラシーと赤が55の1倍で、まあかなり低感度になってるんですが、アキュラシーは、ICR のメインプレイヤーだったと思います。アクアはね、確かマドックスだったと思うんですけど、まあ昔からいるプレイヤーなんでね、そのまま感度上げず55に留まっている選手もね、アクアみたいにいるという参考にはなるかな。はい、そしてルーニーが77の1倍っていう、これはあまりおすすめできない感度かもしれないですね。やっぱり ADS 時の感度を77だったら下げないと、やっぱり中距離はかなり厳しいかな。特にこの大会ルールになると中距離とか一発も外しただけでもう終わりなので、そういう状況の中で77の1倍っていうのはかなり難しいはずなんだけども、まあ、ちょっとルーニーは例外かもしれないですね。はい、次にオプティックゲーミングですね。まあ、ここもかなり昔からの伝統的なプレイヤーが多いので、感度も伝統的な感じになってます。今までの作品4とか5だったプレイヤーが1つ上げて、まあ、66の1倍で、今全員66の1倍になってます。BO4 発売当初はクリーム、カルマ、スカンピーは55の1倍だったんですけど、やっぱりシーズンが進むにつれて1つ感度を上げましたね。で、ダッシュは途中ね、76の 0.75 とかにしてたんだけど、結局66の1倍に戻って、まあ、現在に至るという感じですね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まとめると、今作はやっぱり66の1倍が一番、まあ、どの武器、どのスタイルにおいても一番多い感度になりますね。SMG プレイになると7に上げる人がいたり、ICR プレイヤーはまあ55の1倍にとどまっている人もいるという感じでしたね。たまに神父やトミーみたいに88の 0.75 とか、ちょっとね、感度をかなり上げてる選手もいるんですけど、まあそれはかなり例外に入ると思います。視聴者の皆さんは自分の武器やスタイルを今回紹介した選手たちと照らし合わせてね、まあ自分に一番合う感度を、まあ、見つけるのがいいと思います。今作はですね、海外プロもやっぱりコロコロ感度を変える人が多くてですね、今回紹介した感度、まあ、ちょっとしたらまた変わってるっていうことももしかしたらあるかもしれないんで、まあその時はね、ちょっとご了承ください。はい、というわけで今回の動画参考になったらぜひチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。Yeah.
could show me your heart. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, or in